大体1分でわかる今日のエンタメ。元欅坂46で女優の今泉ゆいさんが1月21日 YouTuber の渡辺真帆さんとの結婚と妊娠をオフィシャルサイトで発表しました。今泉さんは彼と一緒に過ごしていく中で信念を持ち、真摯にお仕事と向き合う姿に惹かれました。そしてどんな時も優しく包み込んでくれる彼と、この先もずっと一緒にいたいと心からそう思いましたと結婚を決意した理由を明かしています。また現在お腹の中に愛おしい命を授かっており、出産は暖かい時期を予定しておりますと第一子を妊娠中であることも告白。お相手の渡辺さんはチャンネル登録者数200万人を超える人気 YouTuber。 2019年6月には当時交際中だった女性を怪我させたとして傷害容疑で逮捕されており、2020年2月まで YouTuber としての活動を休止。同年3月からは新チャンネルを開設して活動再開しており、現在は登録者数70万人を超えています。